皆さんこんにちは、こんばんは。ガリゲーチャンネルのりょうがです、今回、競泳都市続きをやっていきたいと思っております。前回は、ステージ8、柏木梨沙さんに助けられてオートバイで、なんかブン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 、道を走ってゴジラとキングギドラの戦いからなんとか、逃れて、電車に乗りました。乗りました。でね、あの浅野さんという、ね、方に謎の小包を、ね、渡され、小包っていう言葉ある、まず合ってる、小包合ってるよね、小包をなんか渡されて、それを届けなきゃいけません。電車で、ね、どこに向かってんのか、そして、取り残されたリサさんは、無事にまた再会できるのか、気になるとこでありますが、それもね数分後には判明します。それでは続きをやっていきましょう。そろそろね、いろいろ衝撃的な展開とか、もともといっぱい衝撃的か。よし、託されたもの、リサさんの、リサさんに手渡されたものを抱えて、僕とユキさんは電車に乗った。 IT 企業の青年から託された大事なものを届けに、ある研究施設に行くことになったのだ。電車の窓から外を見ていると、巨大な2つの影が激しくぶつかり合うのが見えた。そして列車はどうなっちゃうんだ。でまさかね、走ってるんすね、こんな時に。でもそうか、まあ、電力とかね、ちょっと停電とかにならない限りどうなんだろうね。電車とかがこう頼りがいのあるというか、交通手段になったりするんですかね。意外といっぱいいる、人がいっぱい。電車乗るとなんか懐かしいですね、こうやって隣に。あら、ゆきちゃん触りたくなっちゃうよこれ。また、はい、うん、きっと大事なものなんだね。そうだね、私たちはちゃんと届けてあげないと。うん、でもあいつ段差のねえとこでこけたんだぜ。あんな動きにくい格好してて、うん、宇宙船研究所。何、緊急停車します、おつかまりください。違うんだ、飛行物体。どういうこと、何ですか飛行物体って。うわ、何、何こいつ、何こいつ、な、巨人だと。うわ、それぞれの世紀、ぶつかり合う、あ、影。なになになに、もう、ちょ、なんか、やばいんだ、やばいんです、落ちそうなんですけど。ちょ、危ない。そんな、なんか、そんなことする、しなくていいじゃん。捕まれよ。釣り革に捕まれって。落ちるって。どうするのこれ。やばい。助けて。あ、左右でね、左右でバランス取り合うの。ミニゲームじゃん、もうこれ。こいつは、あ、顔がよく見えましたね。ちょ、先輩。キリエロイド。か。え、何、あ、おー、なんかいた、後ろにも何かが今いましたよ。おっ、わーっと、ジョアっと助けてくれたんでしょうか。光の巨人、これはウルトラティガーか。ちょっと若干見えなく、判断がしにくい。うーわ、完全に悪完全に悪です。お、飛んだ。ヨロイド2が2でいいのかな。まあいいやね、ご愛嬌。え、はーい、もうそれよりもちょっと待って、お前逃げろ、逃げなさい。助かった、もう動けない、助かってないよ、それは動けないんだから。とりあえずなんかメールが来ました。届け物をよろしくね。あ、無事のようですね。ついていけなくてごめんなさい。大切な届け物だから必ず宇宙船研究所に持って行ってね。ユキちゃんにもリカルスペシャイ。はーい、まあ無事でよかったっていうのはありますけど、ユキさんとではなくリサさんと一緒に行きたかったなって最悪かって。まあ力を合わせて届けますよ、そりゃ任せろと。はい、特にこの中とかはいけないかな、いけないね。で、すん、あ、すげえ、とか危な、ちょ、強くない、頑張れ。あーお、超強いんですけど。いけない、直線。やば、大迫力。頑張って、それ、やばい、やられたらマジで潰されますから、先輩。おー、
かっけえ。何今のバック転が今華麗なるバッ。え、おお、なに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 かと、わー、飛び回ってる、すごい飛び回ってる。知らなかった僕、詳しくな、ごめんなさい、ちょっとね無知なもんで、すいません。飛べるんですね、こうやって、こうやって飛べるんですね、光の戦士たちって。何あれ、え、なんかいるよ。なんかいません、あれ怖っ。すげえこだわってんな、なんかあんなとこにもね、配置じゃねえな、ちゃんといるんですね。あ、人が集まってますね。あ、右奥にメタルが、うん、それにしてもなんだあの巨人たちは、突然現れて我々の町をむちゃくちゃにしやがって。我々今から大切な会食があるんだ。会食とかだから、そういう不条理なことで大事なチャンスを不意にされてはたまったもんじゃないんだ。また後にすればいいじゃないですか、また後ほどに。おい、あいつ何、さっきあの巨人が持ち上げてた電車から逃げ出してきたのを見たぞ。え、なんだと。そうなのかね。いや、まあ一応そうではありますけど、ひょっとしてあの巨人の仲間なんじゃないの。おいおい、何言ってんだこいつ。こいつが、ああそうだ。なんだこいつら。む、開き直る。そうだよ、僕の力で巨人たちを呼び寄せたのさ。まあ仲間じゃないですからね。仲間じゃないですよ。確かにあの電車に乗ってましたが、仲間じゃありません。どういう考えでそうなったの。本当かね。じゃあなぜあの巨人は君が乗った車両を奪い合っていたのかね。あの、確かにな、私同じ車両に乗ってたんです。え、誰ですか。確かにあの巨人、窓の外からこの人を見てました。おい、この野郎、あいつやっぱりそうか。ぶっ、うん、そういうゲームじゃないね。お、いて、あ、どういう反…体が光ってる。そいつ普通じゃないぞ。なんで石ぶつけられて光ったの。巨人の仲間よ。え、違う、おー、そう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 、ああああああ、ちょ、お前、ま、あ、絶対許せんぞお前。なんかないの。懲らしめてーけど、懲らしめてーけど、雪を盾にしてこの場をより過ごす。いや、懲らしめるはなんかな、また雪のためにもなんない感じがしますよね。普通にかばうか。本当はね、懲らしめたいですけどね。いけ、もう吹き飛ばせ、手の力でバーみたいな。あ、ムカつくわこいつら。なんなんだよ、なんか起きろ。こいつらと一緒にいるとまた巻き添えを食うぞ。絶対バチ当たるかな、お前。もう呪いをかけました、強力な呪いをかけました。残念、あなた数秒後にね、さよならです。覚えとけあいつら、ほんま。ああ、おい、カツクはなんなん、石ぶつけて。それね、雪にぶつけたら本当に許せない。あ、ええ、ちょ、え。え、え、あ、あ、下顔なんだ。ざまあ見ろ、見ました、これですよ。俺たちを敵に回すから、そして雪にね、あんな思いをさせるからいけねえ。え、何してんですか運転手さん。一応心配する。まあ、とんでもない客だった、本当に。あいつら本当だよ、もうすっきりしたと。よかったって。まあでもバチ当たってね、もう本当に今きっと今エンマ様の目の前にいますんで、はい、ありがとう、ユキさんにもよろしくね。はーい、よろしく、よろしく、よろしく、だって。はい、それでメダルが、イエーイ、拍手喝采。なんか入れんじゃねこれ。あ、これこれ、やっぱね、見逃さないんですよね、本当に。レーダーがついてるんだ、やっぱり。あ、すごい、普通に走ってる。案外機能はしてるんですね。え、なるほど。なるほどね、こういうことね。あ、こ、あ、ちょ、体力がエンプティ。
こういうことでしょ、これバーンってこれ。あれあれ違うのこれ、これあの突進的なことじゃないのこれ。ちょっとこの体力戻ったら、トゥトゥフゥーワオザーズズザーってなんだよ。やばい、戦ってる、またやばいやばい。ユキさんが僕の手をフン、ああ大丈夫、あーもう若干この画面のホワイトアウトにトラウマが。あぶねえ、後ろがぺちゃんこだぜ。ギリギリセーフでしたね。つかなんでユキはお前服破けないの、僕だけなんかこんなビリビリになってさ。なんでユキだけそんな危険な服のまま寝てる、寝てる。この木に何もかも壊れてしまえばいいんだわ、あの男絶対に許さない。なんでしょうな、どうかされたんですかね。完全にもうダークサイドに落ちてしまっております。これこれ、見逃しませんよ。すごい、ずっと戦ってるぜマジで。牽制してますね。それぞれの正義だっけ、なんかタイトルがね。自分たちからは悪だけど、悪もまたね自分の正義の。わお、全然正義じゃねえわ、あんなぶっ壊して全然正義じゃない。怖っ。リサさんから預かった荷物は大丈夫そうね。そうね、なんとか。宇宙船研究所はまだまだ先だけど、はい、電車も動かなくなったし、そか止まっちゃった。あ、そっかそっか、もうダメだろうな。うん、早く行こう、必ず届けよう。他にすることもないし届けに行こうか。うん、まあこれかな。宇宙船研究所の副所長が待っている、早く行こう。うん、そうだね、よし行こう。あ、終わった。はい、あ、結構早めですね今回ね。それぞれの正義ぶつかり合う影、ステージ9クリアですね。いや、すごい、なんか今回すごい迫力が、格闘がすごいめっちゃありましたね。ねえ、まさかというか、まあ、ウルトラマンティガーとね、キリエロイドでしたっけがね、ガリガリにじゃない、ゴリゴリに戦ってましたけども、キリエロイド2でいいんですかね、ちょっとわかりませんが、すいません、ちょっとウルトラマンねファンの方々はちょっと、ね、知ってるかと思うんですが、これね、どう、まあ、なんで戦ってるのかっていうのもちょっと気になるところであるが、確かに電車をなんかねすごい奪い合ってっていうのもありましたし、なんかちょっとこの流れでなんかこう民衆というか、そのね他の方々から僕たちがこう宇宙人たちの仲間なんじゃないかっていう風にみんななってしまったらね、非常にまずいですよねっていう感じはしました。でですね、まあこのリザルト画面のちょっとまあ右側、あのステージ9のねタイトルが書いてあって、その下ね、あのコイン数ね16個ってあるんですけども、あのコイン、あの今までいっぱい預け、ああの集めてるじゃないですか、青とか、 なんか赤とか黄色とかのやつ、あれですね、実はまあ四角アイテム交換とかを押していただくとですね、これこう、この今まで集めたコインと交換して、その衣装というんですかとね交換できるんですよ。でまあそれぞれの衣装にその HP、まあ、これだったらねフォーマルスーツ黒だったら HP プラス14、スタミナプラス6とっていうように、それぞれね効果があると。で意外と結構集めてたんで、今ね現在144個で、まあ見る限りね結構意外と買えるんですよね、結構、まあ、10枚20枚とか10枚ね、いろいろあるんで、ちょっとこれ見ていこうかなって思います。サロペット&T シャツ、これも可愛いですけどね。スタミナプラス10、ウェリントンメガネプラス1プラス10。こういうなんかねコスチューム的な感じに、こう制服系だとさ、やっぱなんかちょっとなんだろうね、若干その空気感をねぶち壊してしまうんですよね。普通に欲しいですけどね。大臣ヒゲヒゲヒゲ生やしちゃう、突然分けちゃう牛さんに。これ特に効果ないんですね、普通に
単純に見た目のチェンジ、月のイヤリング、こういうのだったらまあじゃあ、まあ、見えねえのか。ゴーゴーカレーね、食べましたもんね、めちゃくちゃでかいやつ。制服、これすげえな。全てはお客様の元気のためにがモットーのゴーゴーカレーの制服、着るだけでも元気が出そう。 HP プラス12、スタミナプラス13、恐ろしいですねこれ、能力値。しかも安いっていうね、コイン20枚で買えるっていう、すごいなこれ、恐ろしいな。腕時計、まあ、こういうのとかだったらね、なんかあんま外見のチェンジが変更というか、変化がないので。ダイバーズウォッチ、9000m、 HP プラス1、スカちゃん、ショートヘア、スターメガネ、いやいやいや、グレー、え、豚のつけ花、ワイルド、あれこれなんかあいつと同じじゃない、なんか髪の毛、あの伊豆じゃないですか、ごめん名前を全然覚え、ごめんね、ムカつくやつはね名前はちょっと覚え出せないのよ。あいつとちょっとなんか見た目がちょっと似てますね。60、これ高いな。虎柄の水着、これね、 HP マイナス10だけどスタミナプラス30、コンビニ、クールなメガネ、ひび割れたメガネ、眼帯、かっこいいな。鼻の絆創膏、熊のつか、いや、いるセクシーなほくろ、こんぐらいならでもバレないのかな、スタミナプラス2だし。もうネタですやん、もうクレインボー、ちょどうしようか、何個か買ってね、次のね、次の動画から反映させていきたいなと思うんですが、これ普通にこれでもいいのか。HP プラス14、まあ見た目のねあれだったら、いやでもなんかね、普通にそのこの能力値的に見て一番すごいのがさ、これなんだよな、これすごいんだよな、20だし、これちょっととりあえず買っとくか、とりあえずこれ買っときます。で124残ってて、あんまり見た目にね変化のないようなこうなく、なおかつ、ちょっとじゃ体力とかね、HP スタミナを強化できるようなものをね、まあ、買っておきたいんですが、腕時計とか買っとく？これどれもねコイン10なんですよ。なのにこっちの方が能力値が高い。高級腕時計とか買っとく？ゾイヤー社製、これ買っとくか。よーし、あとはメガネとかも買っとくか。じゃあメガネいるか、メガネ割れちゃうぞ。イヤリング、でも結構まだ114でしょ、残ってるんだよね。うーん、ゴーゴーカレーじゃちょっと揃えとこうか。ゴーゴーカレーのちょっと衣装はちょっと、私帽子あったよね、これこれこれ、これも揃えとこう。そして104、50、50でも買えるし、迷うな、20、10、20、50とかでも買えるのか。あんまり目立たないもの、鼻の絆創膏とかセクシーなほくろ、これちょっと気になるよね。でもね、どこなんでしょう、セクシーなほくろってどこなんだろうね。まあ買ってみっか。フォーマルスーツも買っとく、これ自分が今こう装備というか着てるのってこれだっけ、これじゃないよね多分。まあ普通用にこれ買っとくか。あと39、20と10、あるいは30はねえのか。15でも買えんな、もう全部使っちゃおうか。いやでもここら辺にしとくか、なんかニューって書いてあるってことはね結構足されてるわけだから、ストーリー進むにつれて。今回のお買い物はこんぐらいにしよっかな、お買い物。何買ったっけ、スーツと腕時計とゴーゴーカレーの帽子と制服と高級腕時計と泣きぼくろじゃねえです。セクシーなほくろと
そんなもんだっけな。なんかもうちょっとなんか買った気がしますが、まあそんなもんですね、購入いたしました。まあまあね、あの次回から反映させていきたいと思っております。ということで、まあ若干ね短い気がしますが、今回の動画は、ステージ9無事終了したということで、ここで終わりにしたいと思っております。ね、宇宙研究所にね、次回はきっと到着するのかなに、ついて副所長でしたっけに、届け物を渡すというのをね、やっていくかと思いますが、次回はねどんな、巨大な影が出てくるのか皆さん楽しみに待っていてください。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。